上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらカニのマークのローストチキンのパスタサラダとバジル香るトマトのパスタサラダを食べ比べたいと思います。パスタサラダ一気に2種類というのは初めての気がしますね。どちらも美味しそうですね。どんな風にドレッシングやパスタに絡むと美味しそうなイメージがあります。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずローストチキンのパスタサラダからいただきます。どんな感じになるのかな。ではましてはバジルサラダ。うわバジルの緑の香りがすでにしてきますね。麺にもすでにかかってるのかな。ではいただきます。ローストチキンのパスタサラダは少ないながらもしっかり歯ごたえのあるローストチキンが入っていて結構満足感がありましたね。そして和風オニオンドレッシングとパスタもよく絡んで美味しかったです。そうでトマトバジル香るトマトサラダはこういうところに入っているチーズは食感のと味の変化を出しているもののローストチキンほどではないかなと思います。全体的にバジルがもともと麺にかかっているのもあってかなり強めなのでバジルの好きか嫌いかで好みが分かりますね。まあ、嫌いな人はそもそも買わないとは思いますね。なので今回はこちらかといえばローストチキンの方が美味しかったのでこちらをこの点数バジルの方こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたがもしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。